ゆずぽん、おはようございます。コーダゆずきです。お願いします。おはようございます。おはようございます。第34回目です。あら、34もやってるの。え、年齢と同じ。あ、いやいや、行き過ぎ行き過ぎ。33、あ、違う違う違う、25ということで、今回どちらに来ましたか。今回はビッグパンドラ井戸ヶ谷店さんにお邪魔させていただきます。神奈川自体は2回目だけど、初めての店舗さんですね。そうですね。でも神奈川は制覇してるんだよね。まあ、そう、全国制覇自体は制覇してます。なるほど。じゃあ勝ちポイントを狙ってやっていくと、はい、いった感じでございます。何打つ。こっちが決めていいのであれば、ちょっと1個企画考えてきたんで、あの機種。え、待って待って待って、2000に敗してる機種があるんですよ。え、じゃあ違うの。高すかと思った。でもある意味リベンジ戦なんですよ。僕の企画自体もリベンジだし、機種自体もまあリベンジしてほしいかなっていうことで。あ、もう何かあるってことですか。それでもじゃあせっかく用意していただいたなら乗りましょう。ちょっとお付き合いいただいて。わかりました。じゃあ本日はユニコーンリベンジいきます。はい、じゃあ準備ができたということで始めましょうか。はい、行きました。久々です、ユニコーン。いつぶりだろう。6万発出して以来。6万発多分トータル流したの6万発なんだよな。そんなに出るんだ。だからもうお腹いっぱいだからさ、もう全然打ってなくて忘れてん。あ、法則的なやつですか。そうそうそう。ちょっとこの企画だけやらせてもらえれば。なるほどなるほど。全然いいんで。まあ、私のユニコーンの打ち納めは終わってて、ゆずぽんでの打ち納めがまだですから。あ、スタム入れてない。お、カスタム。エバブルはいらない。先読みだけ入れていい。先読みだけ入れましょうか。うん、今回来たビッグパンドラ井戸ヶ谷店さん、はい、が今月9月ですね。お、創業月間らしいですよ。これはあれなの。何歳な。何歳とまでは書いてないですね。でも新刊と旧刊があるから。ああ、か、本刊でしょ。あ、そっか、本刊と新刊があるから、もちろん新刊の方がそうなのかな。そういうことか。本刊は低レートだったね。そうですね、向かい側にあるけど、道路挟んで向かい側にね、うん、本刊があって、今回は新刊の方で実践。そう、過去2回のゆずぽんで、はい、多分覚醒ハイパーに入ったことは入ったけど続けてないんですよ。わかる。シュッササッわかる。そこを大体覚醒ハイパー目標にして、覚醒ハイパー行ったこれからだ終わるっていう流れなんで。そうね、ちょっと1万発ぐらいまでは行きたいですよね。なんせ今日は秘策があるんで。まだユニコーンの島に当たりはないですね。私が一番になる。誰が一番乗りになるか。カラクリはいたな。カラクリでもラッシュ入んなかったっぽい。あ、スルーしちゃったのか。スルーしちゃったんだ。あ、なるほど。お、デカデカしてんな。あ、叫びだ。わあ、大チャンス。静かです。でも夕方だからね。いや、白か。赤だったら赤以上だったんだけどな。デストロイが良かったな。紫か？そなた、紫に変えるのか？緑か？どっちだ？お？紫。赤シャッター。なあ、
なりません。うーん、ちょっと弱いね。なんか欲しい。あー、なんもない。よー、これ貯めよう。逆にみたいなことある？可能性すらない。はあ、アタックとか。ようわからんわ、まあ、ようわからんけど当たらんってこと。うん、当たらん。さすがにこれはこれじゃ当たらん。ユニコーン舐めたらいけません。こんなんじゃ当たりません。やれんわ。あー、もうダメ。一番弱い。こんなんじゃ足りない。まだ足りない。40% でしたっけ。40。6割は外れるわけだもんね。そういいよね。 40% ってバランスがいいよね。絶妙ですよね。50だとショック受けちゃうし、60だと当たんなくちゃ嫌だし、40だったらまあ諦めつきますよね。あ、まあそうよねみたいな。あー、月読みです。2回目のチャンスですね。ポコーン。手離しちゃう。うん、家系ラーメンスタイルで見守るわ。はい、赤じゃないな。静かですね。立ち上がり大丈夫でしょうか。別にカスタム入れてないけどレバブルしていいんだよ。デジャブ紫でしょ。どうせはーん。あー、変わんない。ガンダムに乗る決意をさせた者は。あ、いる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 。オッケーオッケー、リリさん。あー、デストロにはならん。赤ですね。紫保留になりました。ほんで見つけられるでしょう。ユニコーンガンダムを発見で発展。こんなところに。え、強一、強一来ました。まず1個目ですね。うん、1個じゃ弱いからな。 RX0 ユニコーンガンダム変身まで。あ、ミネバだ。上がるか。さすがに金はないか。もう覚醒でフィーバー出たら最高なんだよね。はい、決戦。まあ、ちょっと展開がね。あ、これ貯めます。それでもルートだったら、うん、まあでもないけど。復活がありました。そういうことじゃなくてさ、マジ？もう完全に俺編集だったらカットしてた今。当たったね。はい、176回。
なんかさ、あの当たるテンションじゃなかったからさ、スイッチ入れてなかったよね。ああ。あの純粋な絵が出た。あ、もうすぐ2枚目かみたいな。そうそうそう。9500円。完全に気抜いてたもんな。あ、もう絶対無理だと思ってた。まあここは覚醒ハイパーまで頑張ろうとかなしに、ちょっとなんかなんかね、流れに身を任せて。オッケーオッケー。あ、パン、お、早い。あ、気持ちいい。プルプルしてる。中にビーズ入れたのいいよ。あ、ビーズっていうか、あの芳香剤みたいなやつありますね。匂い玉でしょ。匂い玉みたいなやつ。今の若い子知らないんだろうな。え、でも練り消しとかはさ、どの世代でも通るんじゃないの。あ、確かにバトエンとかね。バトエンはしなかったな。まあ、女の子はね。そうね、女の子はどれだけペンを持ってるかみたいな。あ、ミルキーとかさ、ラメ入りのペンとかありますよね。世代よ、分かった人世代よ。あとシールだね、女の子は。あ、プクッとシールみたいな。あ、そうそう、シール交換会みたいな。大丈夫そう。あー、大丈夫そう。やる気ありそうよ。青だけど地球もない、危険。あ、大丈夫大丈夫。フルフロンタルじゃなければ負けないから。あたー。いや、避けるよ、いけるよ。レインボー。オッケー、タクシーハイパー。あ、これでもう突入か。そうだよ、完全スタートは1回でいいからいいよね。え、2万発いくよ。まあまあ、力を抜いていきましょう。力を抜いて、いや、私ならいけっから、見とけって。保留を変える。赤保留を入れよ。はい、ありがとうございます。やっぱこうなると気持ちいいよね。そう、気持てえのよ。はい、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 おい、え、何今の。よいしょ、初めて見た今の。あ、そう、あるよ。これこれ、うわー、まただ。イエーイ、すんなり。もうさ、うん、ユニコーンの動画なんてあまたあるわけじゃん、もう。そうですね。でさ、どうしたら見てもらえるかってなったらさ、もう10万発出すしかないと思うんだよね。まあ、そのトータルをカンストさせるぐらいのね。そう。あー、いった、耐えました。185回。オッケーオッケー。また深いですね、ハマりが。はいはいはい。ねえ、でも耐えられるから、この子いい子だから。ほら、おお、この子すごくいい子。
搭載されてない電卓10万発出ちゃう閉店まで帰れないっすよ。あ、いいよいいよ。すごいいい子なのこの子。ああ、そうそう。あ、やったな、ついに。ほら、忘れてんのよ。忘れてんのよ、多分搭載されてないわ、これ。発生した時点で大当たり？いや、レバーまで出ないってことはダメだと思う。なあ、早いよ。ふぅ、思い出しちゃった？もしかして。はっ、まだ忘れてる、ま、この子目覚めてないね。この子まだ忘れてるわ。あ、思い出してきてる思い出してきてる。やばいやばいやばい、気のせい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 大丈夫、まだいいよ。いや、いい子だから、あなた、あなたやれる子。うん、そう、あ、そう、いい子。褒めて伸びるタイプだ。あの、のほほんと喋りながらやってますけども、10連達成してますからね褒めて伸びるタイプ、この子。私と一緒。なるほどね。うわぁ、マジか。いいよ、いいよ。いいよ、いい子だね、ほんと、あんたは。いい子だよ。あら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 。うわぁ、すごっ。ムムちゃんの声かな今の。ムムちゃん、今のフィーバーって声、ムムちゃんの声だったりするのかな、ね、フィーバー。あ、うわ、思い出しちゃったじゃん。まだまだチャンスあるから、ここで勝つ。わあ、割れる、いける、いける、いけ、いける、いけるって。ああ、いけない。なんで、いや、それでも、それでもがある。我らにはそれでもがある。17,985。全滅保留とかいかがですか。お、もう行ったら当たるよ。はー、終わりです。12連で終了です。終わっちゃった。やりたかった企画あるんだけどな。じゃあ出しちゃおうか。もう、え、もう出すの早くない？愛知県でやった仮面覚えてます？うん、え、また仮面かぶる。あれ痛かったよ、だって耳とかさ。そう、痛いやつの改良版をまた。改良版？手に入れたんですよ。ほら、仮面はね、鼻が痛いって言ってたから、うん、顔も見えなくなっちゃうし、これ、ね、すごい。そのサングラスの部分にね、また文字が出るんですよ。シャキーン。すごい。そんなのつけてんのね、ポリシックスっていうバンドか、X ジャパンの都市しかいないね。電源入れてみます？あ、入れてみてもらって。ここにね、電源があって。あ、なんか映ってる。
っと待って、こっちも。あ、かわいい。何？こっち見れます？あ、かわいい。割れてるけど、あ、若干のフルフロンタル感はあるよ。そう、だからこれ、まあ、投資がね、3万とかいって、うん、わ、今日も負けるのかみたいな時に、うん、ユズフロンタル対フルフロンタルっていう構図を作りたかったんですよ。もうだってボコボコにしちゃった。シュッササッ。あ、すごい。自分でこうやって書くこともできるんですよ。これくだらねえもんばっか買ってっからお金ねえんだな、これ。ステッカーも見せるし。そう、ステッカー、あ、そうなんです。ステッカーね、今日から配ってるんですよね。あ、夕方じゃん。え？視界が狭いんだって。視界がよ。青でもいいよ。こっちがいい。絶対的にこっちがいいけど、絶対そうだよね。そりゃそう。レバブルは？いいよ。ブル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 。ない。液晶にも反射してチャンス到来って出てる。今のって先読みだったんですか？先読み、夕方は先読み。視界が狭いから。そうだ、あちこち見ないといけないんだから。あら、あるよ。あ、3ならなくはない。ボタンが違えば。あ、一緒です。マジか。ユズフロンタル、しゃあ。当たった。変えて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 、はい、変え、今変えて、今変えます。当たったよって。はい、送信送信。何？当たったよーって。いいね、バナージ揃うの。さすがにないか。いっけー。それあれじゃない、名探偵の最後じゃない。え、ゼロ、いきなりカウントダウン知らないか、この子。まあ、ユズフロンタルですから。いや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 、最近なんかそういうユズポンっていろんなキャラがあったっすけど、あ、最近ないですからね。確かにないね、ユズフロンタル。これ終わったらご飯行こう。いや、終わらせないんですよ。そうだ、また忘れてるから多分。やめて、やめて、来たよ。ユズフロンタル、このそのためのものだ。どっか行け。うえー、あー、また来たな。帰れ帰れ、帰ってもらって、本当に帰ってもらって。一騎打ちですよ。いやいや、こっちのセリフだし。はいはいはい、まあまあ、うーわ、終わりじゃん。終わった。沸かせていただいたんですけど、いかがでしょうか。それでも、それでも、ホリューレン、
保留内に40分の1があれば、来たよ最後の保留。ただいまラッシュ中になってるけど、まだここはラッシュだから返品します。え、返品ですか。ありがとうございました。せっかく俺アマゾンで探し出して買ったのに、もうこんなすぐ終わっちゃう感じあれ、ゆずフロンタルさん何やられてるんですか。それご飯休憩中のデザートいただいてます。なんて書いてあるのそれ。アイスがビミヤで開始1時間半でもう1万5000発以上出てるわけでしょ。もう今日負けない。だって9500円しか使ってないし。これ iPhone うまいよ。まあ、まだね終わったばっかだから、もうちょっとも回して、ユズフロンタル負けっぱなしでいけないっすよ。これは原因までない。いやでもそれをつけてフルフロンタルに勝たないといけないわけですから。そうなの。うん、いやもう一回当てられるかな。もう分かる人には分かるけど、ポリシックスにしか見えないのよ。分かんないな。え、分かります。当たっちゃった。ああえ、チョコついてるし。ごめん、距離感わかんないの。視野ここしかないんだって、ほんと。ここ、ここよ、ここ、ここ。風貌にチョコついてる。ごめん、洗って。チョコついちゃった。じゃあ、アイス食べたら。うん。後半頑張りましょうか。はい、頑張ろう。この回は、ゴリラ謝罪会ですね。エスパルさん、そうです、エフパルさんを誤って高田さんとツイートしてしまったツイートを無駄にしない、ちゃんと番組に生かしていく、さすがです。おまさか収録前日の掘り起こしだとは知りませんでした。30回&長野制覇おめでとうございます。ありがとうございます。30回おめでとうがめちゃくちゃあったね。多かったね。ありがとうございます。あとこのゴリラ反省してないんじゃないかっていうのが、このゴリラ反省してない、このゴリラ煽り、あゴリラ煽り反省してないんじゃないっていう追記もあります。あったね。ゆずき来てたなんて知らなかった、本当に好きなんよね。きゃー。長野県って告知はなかなか難しいんですかね。あんま直接的にはできない。あ1万円札になりたい。おその万札と私の万札10枚と交換で、今すぐ連絡を交換しようDM くださいじゃあこの勢いで次の回のコメントを。あ、行きましょうか。ちょうどユニコーン回、福岡でユニコーン売ったやつですね。あ、いただきます。これお味噌汁の具何がいいかっていう、あ永遠の課題ね。まあ、これ誰かの読み上げていくっていうよりもこう箇条書きというかずらーって読んでいきます。はい。わかめしじみ、わかめと大根。大根いいよね。大根いいよね。千切りにしてる。あ、わかる。太めのね。うん。あ、この人すごい。えのきとブロッコリー。ブロッコリー？うん。お味噌汁に？そう、マジでうまいって書いてある。これちょっと気になりますね。入れたことない。まああとやっぱネギ、豆腐、あまあ油揚げ、あおさ、あいい最高。お寿司屋さん大体あおさあるよね。ああ確かにあります、ね。一番安いお味噌汁シリーズみたいな。さつまいもと九条ネギっていう人もいます、ね。ネギもして？うん、おしゃれ、九条ネギ。京都の方なんかな。おふとニラ。ニラも入れたことないかも。確かに単純につまらん。あれ急に急につまらんものに複雑につまらんもないよねつまらんだけでいいのに単純にってさ、じゃあ複雑につまらんもあんのかってなっちゃうよねないけど、やっぱお味噌汁って家庭のね特徴出ますよね。ね、うん、
新たな一生この2種類しか食べれませんシリーズいいですか。おにぎりの具、もうそのおにぎりの具以外食べれません。2個2種類ですか。2種類だけ。あ、この差も決まってる。決まってる。おう、何でしょう。あ、1個は決まってる。1個は絶対ツナマヨ。あー、出たー。ツナマヨはもう譲れん。ド定番ですね。いや、もうツナマヨはね、売り切れてたら発狂するレベルで好き。もう一つは何で迷ってるんですか。もう一つは昆布か鮭で迷ってる。おー、意外と変わり種じゃないんですね。冒険苦手だからさ。これ2種類っていうよりも、うちのおにぎりこんなん入ってたの珍しいよっていう。あー、確かに珍しいパターンも知りたい。またガタッ、あー、青かブルブル、あー、レバブルした。カスタムは入れてないです。ちょっとごめん、あのアップにしてたから映ってなかったですけど、レバブルしてます。してます。まだ14回転ですよ。天国だから6だね。でも天国めっちゃ上がるわ。プチューン、あー、行くのね。いや、でもないわ。分岐いかんかった。あー、今日背景これ入ったならジャックリーチでいい。アタックとか行ったら当たり。あー、行くか。行くよな。それでも、それでは、それでは、それでは、あ、何転してるじゃん。え？え、いつ？おお。イエス。フォーリンラブ。やったぜ。強すぎ。だからこうなんだって。私がユニコーンしたこうなんだって、ユズポンだけがおかしかったんだって。ちなみに、うん、あの過去2回ユズポンで打ってるじゃないですか、うん、マイナス1万7000発、ほうほう、あと3000でいいじゃん。これでも3000出るから。え、確かに行ったわ。よし、今送りましたから。何を、あ、文字を、あ、すごい、レインボーできんの。レインボーできました。え、かっこいい、すごい。何発、ここはレバブル入れてもいい。あ、いいですよ。そう、うわ、なんで、やばいじゃん。地球はいなかったっすね。まあ、でもアンジェロザッパーなら大丈夫。はい、おお、早い、4回転。達成したからこれ変えないと。3にしといてもらって。3万発に変えますか。いくぜー、3。レバブル入れたから、レバブル、レバブル待ちです。まあ、この台は転落を忘れたユニコーンですから。そう、いい子だよ。あなたならやればできる。ほんといい子だから、もうほんといい子、もう上手なんだから、ほんとにハマってますね。おお、
キュー。サンキュー。サンキュー、サンキュー。あ、でも持ち玉が2万発と。よっこりでん、ありがとねは。うわ、思い出しやがった。いや、消える。やれる私なら。うわ、バレろ。ダメ、戻ってきて、必ず保留内にあるよ、保留内に40分の1引いてる。うわ、早い、ラスト。うわお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れさん、やりましたね。ありがとうございます。ダッシュって言っちゃったありがし。じゃあ早速収支からいいですか。はい、投資が2500玉、回収が19864玉で17364玉のプラスでございます。わーい、快勝ですね。素晴らしくない。初当たり4回、3回ラッシュ入れた。これユニコーンリベンジ果たしたってことでいいんじゃないですか。いや、もちろん。でも開始1時間でリベンジ済んでたみたいなとこあるけど大丈夫。本日ビッグパンドラさんにお邪魔させていただいたんですけども、番組中でも触れました、2012年9月に誕生したということで周年月間ですね。創業の時にお邪魔できたのでよかったんですけど、皆さん 6.5 号機行ってましたね。私だけでしょ、パチンココーナー行ったの。みんな朝一 6.5 号機行ってましたもん、ね、いや行きたかったよね 6.5 号機。鬼武者、犬夜叉、カバネリでもアクエリオンも最終的に埋まってって感じだった。あとパチンコはエヴァだったね。まあ今後 6.5 号機がメインになってくるでしょうからね。そうね、今回はね、あれを使いたかったっていうのでユニコーン行きましたけど、まあ、どこのホールも抽選次第にはなってしまうんですけども、また次回もプラスにできるように頑張りたいと思います。本日からステッカーも配らせていただいておりますので、ゆずぽんの収録ぜひ覗きに来ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。